リマックス第5回全日本アニソングランプリ決勝大会。ファーストステージ、アニソンにこの身捧げます。なにわのスマイル娘14歳、大阪予選大会準優勝鈴木好美。普段の好美さんは甘いものが大好き。おやばいわ、もうほんま美味しい。宿題は終わってないです。何の宿題なの？税金の作文書いてない。宿題も気にする普通の中学生だが、ひとたびステージに立つと放って心を抜き出す夢を未来さえを未来にして、透き通った歌声と笑顔全開のダンスで圧巻のパフォーマンスを見せるスーパー中学生なのだ。そのパフォーマンスに審査員もダンスも交えて非常にグルーヴ感を出していたかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、文句なしの高評価。しかも彼女自身の感想は、負けてるは思わなかったけど、みんな上手いなってやっぱり思った。負けてると思わなかった、そこはまあちょっと自信を持っとこうかなと。なるほどその自信には確固たる裏付けがあった。人見知りだった彼女は明るい子に育つようにと6歳からダンスを習い始めた。ステージで観客を喜ばせる楽しみを知り、以来歌やミュージカルに挑戦。わずか8歳にして将来はエンターテイナーになることを決意し、確かな経験と実力を身につけてきたのだ。その夢を叶えるため日々レッスンに励む好美さん。そして彼女が決勝大会に向けてさらなる磨きをかけているのが、このミンダンス。ステップの基礎をタップダンスで鍛え、アニメの世界観を取り入れたオリジナルの振り付けを考案。さらにこのミンコスチューム。予選大会でもひときわ目立った衣装、なんとステージ衣装も全てオリジナル。決勝大会に向け新たにデザインを考え、お小遣いを我慢して制作するこだわりよう。極めつけはこのミンスマイル。笑顔笑顔笑顔。なにわのスマイル娘が日頃の努力の成果を今ステージに刻む。3年生です。はあ、大人だわそれでは得点を見てみましょう、はい、どうぞ。8点8点9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 点と88点。ありがとうございます。うちでやってるメインと違うシェルノーもやってくれて、振り付けもオリジナルですごい良かったなと思いました、うん、ただ1点マイナスにしたのが、うん、私の歌を聴けっていうオラオラ感がもう一歩足んなかったなっていうのが、そこがちょっと欲しかったな、ね、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。びっくりした。第2回大会優勝の姫香に次ぐ大会史上2位となる高得点。セカンドステージ。抜き出しの自分を見せれたらベストです。もう一
ではジャッジメントが出たようです、はい、お願いします。2番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 ということで10対0で鈴木好美さんが勝ち上がりました。おめでとうございます。ファイナルステージ進出です。ほっとした顔してますね。かなりほっとしましたねえ、うん、完全無欠さ加減が、はい、ええ半端なくてです本当に14歳なのかと、言いたくなるようなあのぶっちゃけすごいなと思って聞いてました、はい、ファイナルステージ迎えた。ファイナルステージ、そこには意外にも落ち着いた表情を見せる彼女が。送り出されるときに結構いろんな人にいろいろかけられてきたのでプレッシャーを弾き返せるようにちょっと爆発してきます。彼女にあったのは努力に裏打ちされた確かな自信。練習量は誰にも負けない、そう思えるほど厳しいトレーニングに耐え抜いてきた。全ては夢のアニソンシンガーになるため。大会を圧倒してきた彼女、最後に選んだのはこの曲だ。愛したものすべてこの手に抱きしめて、今はどこをさまよい行くの。答えの潜む琥珀の太陽、出会わなければ殺戮の天使でいられた。失う瞬きも伝わし、傷つかない知るため生まれてきた。
とうございました。お見事でした。ありがとうございます。歌い終えてどうですか？楽しかったです。ねえ。コメントがね、本当に14歳なんだけどね。この14歳の顔とね。歌ってる時は、なんかもはや母性まで感じるぞっていうぐらい、ちょっと僕鳥肌立ちましたもん。いやー、もう見とれて、しまいました。はい、この空気が変わっていく感じがすごく素晴らしかったと思います。ねえ。そして篠原さん。だいたいね、回を重ねるごとに、はい、だんだん落ち着いてくるところが、そうですよね、本当に。そうなんですよ。今こうしてると本当に14歳なんだけどね。はい、ですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。音とかは崩れてしまったかもですけど、気持ち的にはいつもよりできました。優勝者発表。アニマックス第5回全日本アニソングランプリ決勝大会、優勝は鈴木好美さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。優勝の鈴木さんには審査委員長から優勝トロフィーが授与されます。はい、おめでとうございます。続いては副賞の授与です。授与していただくのは大会特別協賛ヒカリ TV 代表取締役社長坂東浩二様です。副賞はアニメフェスティバルアジア2011が体験できるシンガポール5日間のペア旅行となっています。おめでとうございます。おめでとうございます。どうですか今の心境は？めちゃくちゃ嬉しいです。いや本当にこうやってね、笑ってると14歳の笑顔なんですけど、歌ってる時は本当大人っぽかったですよ。ありがとうございます。ちっちゃい時からずっと歌ってきてよかったなって思いました。ちっちゃい時、まだちっちゃいですよ。まだちっちゃい。さあ、そして篠原さん、はい、優勝の決め手一体何だったんでしょう？だんだんこう落ち着いてくるというか、はい、こう膨らんでくるというか、非常に最後のステージもしっかりしていて、すごく良かったと思います。もう将来性もすごくありますし、ね、まだ14歳ですもんね。そうですね、可能性がいっぱいあるんで、我々スタッフも非常に楽しみです。はい、最後に大会委員長の水木一郎さんから大会の総括をいただきたいと思います。本当にアニソンで日本を元気にという、はい、今年のテーマにふさわしい決勝大会でした。はい、今の自覚はどうですか？これからプロデビューに向けて。アニソンっていいなって思ってもらえるように、たくさんいっぱい頑張ろうと思います。はい、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。また来年お会いしましょう。さよなら。お疲れ様です。ありがとうございます。アニマックス第5回全日本アニソングランプリ。いや、レベルが高くなりましたね。すごく嬉しいことですけれど、レベルが全体的に上がってるなというのと、こんなにレベルが高いのかと思って、正直びっくりしました。年々上がっていく出場者たちのレベル、それが優勝への道のりをより厳しく、より険しいものにした。だが一方でアニソングランプリには毎年変わらぬ光景がある。優勝者を迎えるライバルたちの温かい笑顔、そこには共に戦った者同士だからこそ分かり合える太い絆がある。彼らは夢への道のりがどんなに厳しくなろうとも、負けることなく仲間との絆をさらに強くして、正面から己の全てをぶつけ合った。絆の合言葉はアニソンが好き。なんか歌い終わって控え室とか帰ってきた時にお疲れみたいなのとか愛だなと思って、それぞれすっごいやっぱ覚悟してきたんだなと思います。見てる人にも出てる私たちにも夢をくれるすごい素晴らしい大会だったと思います。出れてすごい良かったです。ラッキーでした。みんなに出会えたこととか全部ラッキーだったんで、本当に僕恵まれてたなっていうふうに思いました。なんか自分は甘かったなって、今日のこの日は私にとって、はい、宝物です。歌のレベルが違いすぎるなっていうのはすごくやっぱ感じたんで、
まあね、これからそこを鍛えていかないといけないかなっていうのは実感しましたね。自分を見つめ直すいい機会をたくさん作っていただきました。もうこれからもほんまにずっとアニソンを歌っていきたいなってすごく思いました。なんかもっと磨きたいと思いました。自分をみんなと仲良くなれて本当に決勝に来たかったから、それだけでも本当に今日は本当にいい日だったなって思います。みんな温かいし、歌も上手くて人も良くて、こんなところに来られて本当に幸せだなって思います。もう最高ですね。本当に人前で歌うことがもうすごく好きで、アニソンめちゃくちゃ好きっていうのがなんかもういいやっていうことが分かって、勘弁してほしいです太い絆で結ばれた全国1万223組の重たいバトンを最後に受け取ったのは、第5回全日本アニソングランプリ優勝者、鈴木好美14歳。一つ聞きたいのは、そのおっさんを10ゼロで任した気分は？そんな言いにくい。いや、すがすがしかったです彼女はそのバトンを胸にプロシンガーという大海原へ旅立っていく。日本一のアニソンシンガーになりたいです。